国際デザインセンターは愛知県名古屋市中草加へのナディアパークデザインセンタービル内にあるデザインの創造支援拠点施設及びその施設の管理運営やデザイン関連事業を行う第三セクター企業である。1992年4月1日愛知県と名古屋市民間企業の共同出資により設立された。主な業務はポスターや CI。 サインの制作やデザインにおける人材の育成、デザインミュージアム及びデザインギャラリーの管理、運営と展覧会や展示会の開催、ショッピングモール、クレアーレの経営、デザインギャラリーの貸し出しとオフィスの賃貸である。また、国際グラフィックデザイン団体協議会、国際インダストリアルデザイン団体協議会、国際インテリアデザインー連盟などの団体に加盟している。なお、 国際デザインセンターの施設のうちデザインホールやデザインライブラリーについては財団法人名古屋都市産業振興公社の管轄となる。ナディアパークデザインセンタービルの地下1階から7階に国際デザインセンターの施設が入る。入居はデザイン関連企業や団体に限られており入居時に審査が行われる。デザインに関する様々な書籍や雑誌などを集めた図書館である。 デザインイブラリーの他セミナールーム、エクセルルーム、プレゼンテーションルーム、デザイン工房を備えている。また、名古屋ファッション協会と財団法人名古屋都市産業振興公社の産業育成部産業育成課と生活産業課が入居している。クリエイターズショップループクリエイターズショップループ、名古屋地域におけるデザインファッション、工芸など若手クリエイターをバックアップするショップである。 コレクションギャラリー約2000点のアメリカンアールデコの所蔵品のうちの一部を公開展示している。デザインギャラリー国際デザインセンターの自主企画展の他個展、新作発表会などを行えるギャラリースペースである。床面積553平方メートル、客席数500席の多目的ホール。展示会や見本市の他ファッションショーや講演会などが開催される。 ファッションや雑貨、インテリアなどのブランドセレクトショップが入居するショッピングエリア。約20店舗が入居している。ありがとうございます。